銀座の赤坊です。どうですか、大丈夫ですか、僕ら。はい、じゃあ、どうも、僕ら、受け入れられてるようなんで、ですね、ちょっとかっこいいチューニングやります。なかなかね、アイドルのイベントじゃ見ないでしょ、チューニングなんて。今からブロックのチューニング見せてあげます。いきますよ。チューニングでした。この後、じゃあ次、ニューウェーブな、チューニングいきます。あれ、ニューウェーブはね、電気をいっぱい使うんですよ。今、チューナーを使いました。これでバッチリです。ですね、今日はですね、僕ら、ちょっと、告知があったんですけど、まあ、後にします、話を。結構ですね、ほんと、血玉臭い話で、今話すとですね、演奏に影響がするんで、演奏終わってから話しますね。告知。じゃあ最後に告知があるってことだけ覚えておいてください。ね。あと僕らのバンド名だけでも覚えて帰ってくださいね。はい。まあいいや、バンド名だけでも覚えて帰ってくださいね、みたいなので。その話は。じゃあ行きますよ、次の曲。じゃあめっちゃいい曲歌います。皆さん、涙の準備しといてくださいね。この辺に今から、まあ、いいか。いい曲歌います。ムーブメントレディオ。I'm gonna go get some more.
いろいろあるんでね。いい感じの人がいるんですよ。いい感じの人がいて、いい感じの人がいい感じになって、その人のお披露目をやりますからね。新鮮
星ブギーもその日見れるんで、よかったら見に来てください。3月18日、スターラウンジ、スペシャルゲストに佐伯健三さんも出ます。よろしくお願いします。ブギー様、カモさん、デシャス、Thank you! かわいい、かわいい、かわいい。